はい、皆さん、こんにちは。テリオンの小ネタのお部屋へようこそいらっしゃいませ。ということでですね、本日お伝えしたいのが、自然災害大国の避難生活が体育館生活？これでいいの？ということで、改めまして皆さん、こんにちは。ゲーム実況者のテリオンと申します。よろしくお願いいたします。これまでたくさん動画を投稿してまいりました。4、5年ぐらい実況等々続けておりますが、病気でね、半年以上実況できませんでした。今もその症状続いておりまして、かなり苦しんでおりますが、チャンネル登録して応援してきてくださる方がですね、徐々に増えてきておりまして、現在ですね、328名かな、の方に応援していただいております。ありがとうございます。今年ですね、2024年の年末までにではにはですね、1000名目指しておりますので、ぜひぜひチャンネル登録して応援してください。実況動画はですね、ちょっとゆえあってですね、現在ですね、収録は中止してるんですが、もう動画自体はですね、2025年、1年後のですね、10月末日までですね、18時に毎日上がることは決まっておりますので、ぜひぜひチャンネル登録していってですね、見ていただくと嬉しいなと思っております。ということでよろしくお願いいたします。Hello everyone, my name is Terion. I am a game writer. Posted a lot of videos so far. I have been playing live for about 4 years but I'm sick and couldn't play for about half a year. I'm aiming for 1000 subscribers by the end of the year. I'll be grateful if you could support me for the recovery of the illness and for the continuation of the gameplay. Please support me by subscribing to my channel. Remember, if this is your first time here, please click the subscribe button.ということでですね、私現在ですね、まあ、病気のですね、まあ、影響でですね、めちゃくちゃですね、お尻が痛いという状況になっておりましてですね、かなりですね、ダメージを受けておりまして、現在座っているのもですね、やっとという状態でございます。なのでですね、この収録ですね、実はですね、昨日からね、収録したいなと思ってたんですが、あまりにも痛みが強すぎてですね、全くですね、収録できないという状況に陥っておりまして、まあ、多少ですね、今痛みがマシになったので、取り掛かっているところですが、ちょっとかなりですね、どうなってるか、どうなるかわからないという状況でございます。うん。でですね、まあ、これはですね、日本の資格という本の中にですね、まあ、いろんな人がですね、まあ、いろんな日本の問題についてですね、書いてある、内容がですね、収録されているんですが、その中にあるですね、一つの、テーマに沿ってですね、お話ししていこうかなと思います。さてですね、日本はですね、言わずと知れた災害大国でございますよね。うん、まあ、特にですね、地震はですね、大きくですね、まあ、問題があると思われるようなですね、そういうリスクをですね、かなり背負っている国家であるということなんですが、そしてですね、さらに最近ではですね、水害ですね、かなりそういったのもね、目立つようになってきましたよね。もうここのところね、本当にですね、もう水害でですね、もういろいろですね、ゲリラ豪雨だのね、河川の氾濫をするかもしれないだのね、本当にいろんなですね、水害の、ニュースとかもですね、全国的にですね、飛び交っておりますよね。うん。まあ、あとですね、台風ですよね。台風もですね、夏から秋にかけてですね、日本列島を、まあ、横断していきですね、風害っていうんですかね、風によるですね、被害も出たりしますし、まあ、とにかくですね、災害というね、名のつくものをですね、かなりですね、まあ、頻繁にダメージを受けてしまうような国かなっていうところはありますね。まあ、ただ、竜巻はね、アメリカほどではないかなっていう気はしますよね。アメリカとかのハリケーンはやばいですからね、本当にね。ハリケーンが出来上がる時の映像とかね、ハリケーンが通った後の映像みたいな感じで、アメリカのね、ニュース番組とか見てたりすると出てきたりしますが、もう、なんだろう、屋根が吹っ飛んでいって家の中見えてる状態とかに、ね、なってますもんね。まあ、ああいうの見てるとかなり怖いなと思いますが、ただアメリカの場合ね、ほとんど家がね、木造とかだったりするんでね、見てる限りね。日本みたいにさ、ちょっとやっぱり頑丈な作りになってるっていう風には見えないかな。まあ、その分住宅価格は抑えられてるのかもしれないですけど、まあね、かなり、簡素な作りなイメージはありますね。アメリカの家といえばね。
まあ、とりあえずですね、日本にはですね、そういうですね、災害のリスクがね、大きいということがですね、まあ、容易にですね、まあ、想像というか、体験、実体験としてですね、持っているという状況でございますが、さてですね、その災害の時にですね、皆さんがですね、身を寄せ合う場所というのはね、どこかということを考えると、まあ、大体ですね、公民館であるとか、体育館であるとか、地域のですね、指定された避難場所というのがありましてですね、そこにですね、千枚とこにですね、みんなが身を寄せ合ってですね、お互いを助け合ってですね、避難するというのがですね、ジャパンスタイルということでですね、想像できるんですが、果たしてこれ、国際的に見てどうなのかというところなんですよね。さてですね、まずですね、大規模な避難が行われた災害としてはですね、2018年のね、7月の西日本豪雨が一応ですね、記憶に新しいという話が出ておりまして、この時は全国でですね、約360万世帯、863万人に避難指示やですね、避難勧告が発令され、3779箇所の避難所にですね、約2万8000人が避難をしたというようなですね、データが出ております。でですね、救助やですね、避難対応に当たった方々は懸命な努力を重ねた。そのことに頭が下がると。他方でですね、そうした個人の努力では解決できない問題があると。ですね、避難所の多くがですね、体育館などでの生活を余儀なくされ、劣悪な環境に置かれているという点である。海外で整備されている避難所の実態と大きなギャップがある。災害多発列島、日本でこれを放置しておいのか、再考が必要であるということなんですね。はい。ではですね、海外と何が違うのかというところをですね、比較していきましょう。まずイタリアなんですが、イタリアではですね、公費でのホテル泊が多数でございます。避難施設も充実しているとのことです。自然災害時の避難生活の場所としてはですね、床に毛布を敷いてですね、大勢がひしめき合う体育館が思い浮かびますが、エアコンやですね、仕切りとかそういったことはないことが多いですよね、日本の場合ね。大規模災害のたびに報道される光景でありますが、これをですね、当然のものとしてはいけないということなんですね。海外の避難、災害避難所と比べれば、日本の避難所の問題点がですね、浮き彫りになっているということですね。さあ、日本と同じ地震国のイタリアではですね、国の官庁である市民保護局というのがですね、あるらしいんですが、こちらがですね、避難所の設営やですね、生活支援を主導してきたということです。2009年4月のですね、イタリア中部ラクイラ地震ではですね、約6万3000人がね、家を失ったらしいです。この大被害に向けてですね、イタリア政府はですね、初動48時間以内に6人用のテント約3000丁、1万8000人分ですね、こちらを用意したと。そしてですね、最終的にはですね、同テントがですね、約6000丁、3万6000人分をね、まず行き渡らせたということですね。まあ、半分以上の人は、まあ、テントにとりあえず入ってくださいということができるようになったっていうことですね。で、ただしね、実際にテントに避難したのはですね、2万8000人でございまして、それよりも多いですね、約3万4000人に割り当てられた、ね、避難所はですね、なんと、ホテルだったんですね。もちろん宿泊費はですね、公費で支払われております。で、仮設の避難所や体育館よりもホテルで避難生活をする人の方が多いということらしいですね。で、仮設のテントもですね、日本の体育館のようなですね、劣悪さはね、実はね、ないということらしくて、テントといってもですね、キャンプ用のね、簡単なテントではなくてですね、約ですね、なんと広さがね、10畳あるそうですね。で、電化されておりましてですね、エアコンも実はついているとのことで、各地にですね、テント村が形成され、そこにはコンテナ型施設によるシャワーでとかですね、トイレも設置されているそうですと。さらにですね、日頃からの備蓄を生かしてですね、次の物品が避難所のために用意されたということで、まあ、通常ベッド4万8000台、折りたたみベッド9800台、シーツ枕5万5000個、毛布10万7200枚、発電設備発電機154機、バストイレコンテナ216棟、野外キッチン107機、ということで、
実際にはですね、テントの空調の効き方やプライバシー保護などの面に不十分さも、まあ、問題はあるらしいんですが、しかし大切なのはですね、自治体に任せきりにせずですね、国家がですね、備蓄をすることによりですね、全国各地への迅速な対応を可能としている点ではございますと。そこは大いに見習うべきであるという話ですね。うん。さあ、これはですね、2009年のですね、状態でありますが、その後さらにですね、コンテナ型住居の改良などが進んでいるそうです。2016年のですね、8月のイタリア中部地震で開設された避難所の様子は、インターネットで、掲載されてですね、反響を呼んだらしいです。清潔なトイレとかですね、温浴施設、温かい料理を作る、調理施設がですね、避難所に並んでおりまして、調理担当者もですね、派遣されたりしております。で、これがですね、なんとボランティアではなくてですね、これ公費による出勤だったらしいですね。なんかこれ聞いてるだけで全然日本と違うなっていう感じですよね。ただこれイタリアの例しか出てないからさ、これイタリアが頑張ってるだけでさ、他の国は違うんじゃねえのってかちょっと思ったりもしますが、日本の避難所はですね、災害関連死を生み出してしまうと。さあ、イタリアの例と比較するとですね、日本での体育館での避難生活はですね、以下の問題点があるというふうにですね、指摘されております。そもそも災害避難用や宿泊用の施設ではないですよね。そして一人当たりの面積が狭い。大人数のために常にですね、騒音や混雑感があり落ち着かない。一人用のベッドや布団がない。または不足している。エアコンや入浴施設がない。調理施設がなく温かい料理が供給されないということで、まあ、このですね、とにかくストレスが溜まる環境でございますよね。これ後にですね、またですね、語ろうと思ってですね、フクロウカフェというですね、カフェの問題点をね、述べている方がいらっしゃいまして、まあ、それにもね、該当するんですが、人間も動物なのでね、やはりですね、ストレスを感じるわけですよ。ね、それがですね、いかにですね、肉体に影響を与えるかということがですね、動物でですね、フクロウの、もうその生態においてですね、それを語っている方がいらっしゃったので、まあ、結構近い状態にされているかなっていう気はしますよね、この避難所生活がね。さあ、2016年4月の熊本地震では、地震の後で体調を崩すなどして死亡に至った災害関連死のうち 45% に当たる95人がですね、避難所生活でですね、車中泊を経験していたということなんですね。さあ、劣悪化な避難所生活がですね、避難者の生命と健康を削っているのであるということなんですね。まあ、なので本来だったら、まあ、しっかりしたですね、避難所の生活がですね、確保できていれば、亡くならなくても済んだ人たちだったはずということですよね。体育館の床の上だけではなく、学校の廊下で寝起きをした例もあったり、一人当たりの面積が1畳ほどしかない避難所もあり、難民キャンプより劣悪という声も出たそうです。国際的な基準はどうなっているか。災害や紛争時のですね、避難所について国際赤十字などが策定した最低基準にですね、スフィア基準というのがあるらしいんですが、これはどのような基準かというと、世帯ごとにですね、十分に覆いのある生活空間を確保すると。一人当たり最低 3.5 平方メートル以上の広さで覆いのある空間を確保すると。まあ、仕切りがあってプライベートがね、プライバシーが保たれていっていうのは最低限。ね、必要なことであると、ね、いうことだよね。最適な快適温度、換気と保護を提供すると、トイレは20人に1つ以上、男女別で使えること、これはですね、貧困地域や紛争地域にも適用されるですね、最低基準でございます。経済力の豊かな日本で、この基準を遵守できないはずはないが、実際には、ほど遠い状況にあると。まあ、これはだからですね、その災害に向けてですね、お金を使っていないということになってしまいますよね。まあ、日本の場合ってさ、利益が出ることに対してはさ、結構お金払ったりとかするんだけど、利益が出ないことに対してはですね、お金を払わないというのがですね、日本のやり方っていうのはね、なんとなく見えてきますよね。まあ、あとはですね、なんだろう、昔からやってきたこと。ね。だから昔は公共事業でさ、道路とかね、いろいろな建物を作ることに、がっつりお金を使ってたんで、そことの関係がね、多分切れてない場合は、そっちに予算が回ってきてもね、使っちゃうってことはね、十分考えられますよね。
なので、こういう災害対策とかは、には予算を回さないというね、ことになってたりするんじゃないのかなとか思ったりしますが、まず避難所といえば体育館という固定観念を捨てることが大事であると。避難規模が大きい場合には、公費で宿泊施設、例えばホテルであったり旅館、公的研修施設などへの避難を支持できる予算措置とですね、制度化を検討するべきであると。もうまさしくですね、それはやるべきですよね。そしてですね、避難生活を支援する予算を拡大して、災害直後にすぐ避難所支援を開始できるよう、資材の備蓄を進める必要があると。それが実現しないのは、次に述べる通り、災害援助に対する考え方にですね、問題があるからであるというふうにおっしゃっておりますと。さあ、援助を受ける権利とですね、援助をする義務を明確にしてくださいと。さあ、日本の避難所はですね、なぜ劣悪な環境なのか。そこにはですね、災害対策や復興支援についての日本と諸外国との考え方の違いが現れている。実はですね、先ほど紹介した国際赤十字などによる基準、スフィア基準はですね、単なる避難所施設の建築基準ではない。正式な名称はですね、人道検証と人道対応に関する最低基準であり、避難者はですね、どう扱われるべきかということを個人の尊厳とですね、人権保障の観点から示したものであるということですね。でですね、日本語版でですね、360ページ超のですね、冊子らしいんですが、冒頭にですね、人道検証というのを掲げております。これはどういったことかというと、災害や紛争の被災者にはですね、尊厳ある生活を営む権利があり、援助を受ける権利があると。被災者への権利、支援については、第一に被災した国の国家に役割と責任があるということなんですよね。で、この辺のですね、権利ですね、とかですね、こういう、ちょっと人権的なところですかね。こういうのはですね、実はですね、日本って、あんまりですね、獲得してこなかったという歴史があるんですよね、日本の場合ですね。フランスとかはさ、すごくですね、そういうのをですね、求めるためにね、市民が戦ったんですが、日本って実はそういうことってあんまりやってきてないから、社会自体にですね、ベースとして根付いてないっていうのはね、一つあるんだろうなっていうのがですね、想像はできるんですが、それはさておき、つまりですね、避難者はですね、援助の対象者、客体ではなく、援助を受ける権利者、主体として扱われるべきであると。その尊厳が保障されなければならない。こういう考え方がね、そもそもですね、市政にね、根付いてないっていうのがありますよね、日本の場合ね。これはですね、避難者支援の根本原則とされており、人道検証に続く、個別の基準にも貫かれている。例えば、避難所の運営やですね、援助の方法については、可能な限り、避難者が決定プロセスに参加し、情報を知らされることが重要とされる。避難者の自己決定権が尊重され、その意向が反映されてこそ有益な支援が実現できるからである。日本ではこの視点が避難所運営に欠けていたために、供給する側と受け取る側とにギャップが生じた例が多いと。例えば、衛生状態の悪い中古の下着がですね、善意で寄付されたり、生理用品を求める声が行政に届かない事態も過去に、起きたと。自己決定権を尊重して、意向聴取を重視すれば、こうした問題が解決しやすくなると。こういうのはね、外からね、援助するとか言ってですね、よくあるっちゃあるんですが、結局、中で本当に必要としているものとは違うものが届いたりしてですね、結局ですね、その被災者の方にですね、さらなるですね、ゴミとなってしまってですね、さらなるですね、負担を強いることになるっていうのはね、問題になっておりましたよね。だからそこはね、やっぱりその、避難者の自己決定権が尊重され、その意向が反映されてこそ有益な支援が実現できる。ここがですね、うまくですね、確保されてないですよね。で、ここら辺がですね、どうやって確保したらいいかっていうところをですね、常日頃にね、話し合っておいてですね、災害が起きた時にですね、みんながですね、それをですね、実現できるようにするというのがですね、行政やね、政府の責任じゃないのかなというふうに思ったりしますね。またかつですね、行政や政府に頼っててもですね、多分この国は動くことはないと思うので、いかに市民が団結してですね、そういうことができるかと
いうことがね、鍵だと思うんですが、宮台真司さんがおっしゃるように、地域のコミュニティというのはですね、1960年以降、高度経済成長期以降ですね、どん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 破壊されていってですね、もうですね、周りに頼れる仲間は何人いるかというインタビューね、1990年頃はですね、それでもまだ3人いたというのに、もう現在のアンケートではもう0人と。いうぐらいのですね、地域コミュニティのない世界になってしまったので、まあ、こういうところをですね、日頃から、話し合っておけばっていう話が、そもそもできない、社会になっているので、さあ、こういうね、問題がですね、その市民レベルで解決されていくっていうのは難しいなというふうに思いますね。かといってね、行政だったり政府がなたを振るうかというと、ね、次のね、問題点というのがまた指摘されているのでね、見ていきましょう。さあ、あくまで自己責任を基調とする日本政府。前日のですね、人道憲章ですね、援助を受けることを避難者の権利と明記しています。明記しております。それと対になるように、避難者を援助することは国家の義務となっているんですが、さあ、日本ではですね、権利には責任が伴う。つまり、権利を主張するからには責任も果たせ、などと言われてしまうが、これは筋違いである。大切なのは、個人の権利のために国家が義務を果たすことであると。良好な環境の避難所を設置して避難者の心身の健康を確保することは、国家が履行すべき義務である。劣悪な避難所をあてがうことは、義務の不履行として批判されなければならないが、今の政府はどう考えているだろうかと。うん。内閣府が2016年ですね、4月にまとめた避難所運営ガイドラインにもこの国際赤十字のですね、基準への言及が見られる。しかし、避難所の質の向上を考えるとき、参考にすべき国際基準と紹介しているだけであり、援助を求めることの権利性や国家の責任については触れていない。つまり、突っ込まれるとまずいところにはですね、全くですね、触れずにですね、うまいことを、利用しているという感じはしますよね。さあ、災害対策の基本法といえる災害対策基本法を見ても、住民がですね、自ら災害に備えるための手段を講ずるとか、自発的な防災活動への参加に努めるという自助努力を定める規定はあるが、住民がですね、援助を受ける権利を有するというですね、規定は存在しません。内閣府が作成した避難所リーフレットを見ても、国民が権利を有するという視点はなく、むしろ国民は避難所でルールに従いなさいと言わんばかりの記載に驚くという話なんですね。で、これがですね、1990年代ぐらいから盛んに言われ出したですね、自己責任論っていうのがですね、あるらしいんですね。宮台真司さんがおっしゃるにはですね、社会学者のね、確かそんなことをおっしゃってたと思うんですが、ね、だから、日本は、周りの人を助けなくちゃいけないみたいなことをですね、回答する人が、まあ、てか、なんだかな、自己責任、周りの人を助けなくちゃいけないって回答する人が結構少ないっていうのがですね、なんか日本の、なんだったっけ、特徴になってるって話だったかな。世界の人は大体9割ぐらいはですね、助けなきゃいけないみたいな感じで答えるらしいんですが、日本はですね、4割ぐらいしかいないんだったっけ、確か。そういう回答をした人がね。だから、いかにね、自己責任っていう風にですね、考えるような人が増えたのかっていうことがですね、アンケート調査でですね、出てきてしまったみたいな話がね、されてましたね。うん。まあ、それがですね、国家主導でですね、作り出されてきた、話なのか、マスメディアが救い出してきた話なのか分かりませんが、こういうのを考えているとですね、聞いてたりするとですね、この避難所生活に対するですね、改善っていうのはですね、おそらくないんだろうなっていうふうに思ってしまいますね。結局ね、自己責任論でさ、また、防災グッズとかは自分で用意してくださいねっていう話しかされないじゃないですか。ね、南海トラフとかにしてもさ、日頃から自分で用意しておいてくださいっていう話で、どんだけね、お金使いたくねえんだよっていう、ね、国とかね、行政機関がね、っていうふうに思っちゃいますね。その避難所とかはね、設置するけどさ、いかにさ、日頃からさ、こういう、避難するときにはこういうことをしてみたいなさ、話も全くなんかさ、宣伝されないしさ、よくわかんないんだよね。
本当に。さあ、避難所はですね、作業役割分担に参加せよとね、指示されますが、避難者は作業役割分担に参加せよと指示されるが、権利者として意思決定プロセスへ参加することは書かれていないと。プライバシーのための間仕切りも国が責任を持って用意するのではなくですね、あると便利ですと案内してですね、自費で用意させようとしていると。避難生活も生活再建もあくまで自己責任が原則であるという政府の姿勢が見えてくる。あ、これね、先ほどからお伝えしているね、自己責任論ですね。うん、まあね、これ国際的にですね、大きくこう、乖離してるっていうふうに思ってしまうんですが、これを見てるとね、まあなんだろうな、なんでこんなにお金を使いたくないのかがよくわからないっていうぐらいですね、自己責任で片付けようとしてるっていうね、感じはしますが、まあ結局のところね、起こるか起こらないかわからないことに予算を組むっていうわけにはいかないっていう話だったりするのかな。その時にある予算をですね、確実に使い切ろうと思ったら、ね、確実に使えることにですね、お金を使っておかないと、ね、予算がね、使い切れないとか、なんかいろいろあったりするのかもしれないですね。さあ、人への支援か、物への支援か。まあでもね、そういう発注とかしてですね、備蓄しておくとか、そういうことだったらね、一応お金使って予算組めっちゃ組めると思いますが、結局それもですね、まあ期限があったりして使わなくなったらね、廃棄とかになったりしてですね、またもったいないとか、そういう話になったりするかもしんないし、ね、だからそういったところで使ったりするのをためらったりしてるんでしょうかね、わかりませんけどね。さあ、人への支援か、物への支援か、避難者を含めた全ての個人が豊かな生活を送れる権利を保障することこそ、国家の責務であり存在義務であると。一人一人の暮らしを直接に支える分野にこそ優先的に国家予算を投入するべきである。ところが、日本政府が用意する復興支援策は別の方向を向いているということですね。結局ですね、まあ、被災者にですね、もたらされているですね、支援のお金とかもですね、まあ、その被災者本人の手にはですね、全然ね、こう届かなくてですね、いわゆるですね、まあ、その、インフラの整備とかですね、そっちの方とかにですね、がっつりお金が組み込まれていってですね、まあ、被災者自身にはですね、お金がですね、まあ、あんまり届かないっていうね、のがね、現状っぽくてですね、まあ、確かにその道路とかはね、早く復興するかもしれないけど、結局人に対するお金が回ってきてないから、まあ、それまでは我慢しろっていうことですよね。その周りのインフラが先であって、人は後だっていう、そういう感じがね、見受けられたりしますよね。つまりですね、政府の復興予算は人への支援ではなく物への支援ばかりである。こうした国費の使い方に被災者への姿勢がにじみ出るということですね。体育館で身を寄せ合う避難生活の光景が当たり前のように、あるいは我慢と忍耐の姿として報じられてはいますが、これを美談にしてはならないと筆者はおっしゃいます。この光景は適切な援助を受ける権利を侵害されて尊厳を奪われた姿であると捉えるべきであると。これは海外のニュースとかはどのように報道してるんでしょうね。こういう体育館の身を寄せ合うさ、住人、被災者の方とかをさ、海外のレポーターとかはどのように報道してるのかなっていうふうに思っちゃいますね。この国の避難者支援の貧困を映し出し、日本の政治の問題点を希望にする光景なのである。個人の努力でボランティア活動をすることは素晴らしい。それとともに政府は被災者へ十分な支援をせよと声を上げて求めること、それを通じて政府に変化を及ぼすこともまた私たちができる被災者支援として大切なことだと思うということで締めくくられております。非常にですね、まあ短い文章でございますが、かなりですね、大きな問題提起をされていらっしゃるなというふうにね、私は感じましたね。やっぱりですね、私の中でもですね、やはり頭の中ではですね、その体育館とか、そういうところでですね、避難するっていうのがですね、まあ、普通っていう言い方おかしいですけど、まあそういうものなのかなっていうふうにね、思ってたね、ところもあるんですが、世界的に見たらですね、まあそれはですね、
まあ、おかしな光景であるということだったんですね。うん、でね、ちゃんとですね、プライバシーも守れて、お風呂とかも入れてですね、ご飯の調理とかもできたりとか、そういったようなですね、支援をですね、当たり前にですね、行おうとしているのが、まあ、世界的なですね、流れであって、日本みたいにですね、一つの一箇所にですね、固めてですね、まとめられてですね、そこでですね、多少の不便はあっても我慢して、しなさいと。で、かつですね、インフラが整備されることにですね、先にお金を使ってですね、被災者自身にはですね、お金の支援がそんなに行き届かなくてもいいだろうというようなですね、まあ、支援体制だったりするっていうのをですね、知ってしまうとですね、まあ、なんというかですね、この、ね、南海トラフ、地震が起きると言われているですね、この最中にですね、本当に大丈夫なのかな、日本はっていうふうにですね、思ってしまいますね。結局起きてもですね、個人の備えで何とかしろっていう話になってしまったりしてると思いますし、おそらくですが、南海トラフってさ、大規模に起こるんだったら起こると思うんで、つまり自治体同士がですね、連携とかしてたりしないと、かなりですね、そういったのがね、ね、難しくなってきたりすると思うんですけど、そういったところもですね、ちゃんとですね、うまく回ってたりするのかな、とかいうふうにね、思ったりするんですよね。一つの県だけで終わるような話じゃないと思うので、ね、ここまでの領域が、被災した場合は、どこから食料をね、持ってきてだとか、ね、建築資材だとか、そういったのをどっから持ってきたりだとか、ね、そういったような話が、なされているのかなとか、ね、思ったりしますよね。そういったのってさ、まあ、その、自治体同士では、話し合ってたりするのかもしれないですけど、市民に情報が降りてこないので、ね、まあ、わかんないんですよね。できているのかどうかって。はい、ということですね。そういったですね、将来の災害に向けてのですね、避難対策だとかですね、避難の、準備であるとか、っていうことがですね、うまくいってたりするのかどうかっていうところがですね、何分わからないので、なんか非常にですね、この文章を読んでですね、まあ、世界のですね、災害に対する時のですね、まあ、災害支援っていうのかな、避難所支援っていうのかな、の大きなね、差を感じてしまいましたね。それをですね、日本人は知らないんですよね、多分大多数の人が。だからこういったところもね、議論になってないっていうのがね、非常にですね、不思議でしょうがないなというふうな気がしましたね。もっとですね、まあ、行政に携わる人とかがですね、こういった話し合いとかをですね、まあ、いろんなね、市民レベルまでですね、落とし込んでですね、していただかないと、結構ですね、南海トラフとかが起きたときは厳しいんじゃないかなっていう気はしますよね。多分かなり広域災害になると思うので、それをですね、まあ、個人の努力でどうこうしようとか言っても結構無理なんじゃないかなって思ったりするんで、ね、そこをですね、どれぐらいですね、国または地方自治体によってですね、カバーできるかというのはですね、結構重要な争点になってくるとは思うんですけどね。まあ本当にですね、日本の政治っていうのは、いわゆるですね、物にお金をかけてですね、ハードに金かけてソフトに金かけないっていうのはですね、よく言われるんですが、まあ、地震対策においても、結局そうなのかなというね、感じはしますよね。もうそういうのは切り替えていかなくちゃいけない時代だと思うんですが、さあこれをね、皆さんはどのように考えるのかというところもですね、またコメント等でですね、教えていただけたら幸いかなと思います。
ということでですね、今回はそんなに長くないですね、お話にさせていただきました。まあ、かなりですね、病気の影響でお尻が痛いんで、これぐらいにしておこうと思います。次回はですね、フクロウカフェですね、の危ない実態ですね、こちらについてお伝えしていきたいなと思っております。まあ、これはフクロウカフェだけに限らずですね、いわゆるアニマル系のカフェですね、こちらがですね、なぜ、危険なものなのかと。いうことをですね、お伝えしていきたいなと思っております。またよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。またね。バイバイ。